女優の伊藤彩里が主演を務める連続テレビ小説、虎に翼 NHK 総合、毎週月曜から土曜朝8時からほか、の第4週、小ゴミ女に反り男、が、22日から26日にわたり放送される、伊藤彩里ヒロイン朝ドラ、虎に翼 第110作目の連続テレビ小説となる本作は、日本初の女性弁護士である三淵義子、三淵義子、三をモデルに書くリーガルエンターテインメント。主人公の井の爪トラコ、井の爪、とも子、通称、トラコを伊藤が演じる。虎に翼、第16話、4月22日、月曜日放送。 本家と呼ばれる法学部に進学したトラコ、伊藤さり、たち。法改正が行われ、女子も正式に弁護士になるための試験を受けられるようになったことで、気合が入っていた。本家では花岡悟、岩田竹則、らが待ち受けていたが、意外にもトラコたちに好意的。親睦を深めようとみんなでハイキングに行くことになる。 梅子、平井若美は息子、孝三郎、石塚陸将を連れてきたが、小橋、名村達、長孝三郎の前で梅子の夫に妾がいることを話してしまう。梅子の事情が明らかになる一方、花岡は山道で崖から転落。見舞いに行ったトラ子は花岡の本当の姿を知る。